中井さん、はい、サッカースクールの父兄さんからトーキックだけじゃダメなのかって質問があったんですけど、うんうん、どう思われますか？トーキックだけじゃ結論から言えば、はい、ダメだね。トーキックだけじゃいつか限界が来るので。ああ、なるほど、うん、低学年の子とかでね、結構トーキック蹴る子がいるんだけど、はい、そればっかりに頼ってたら、はい、実際高学年になった時にトーキックしか蹴れないってなったらダメなので、いろんなキックの種類を覚えてほしいこともあるし、はい、トーキックはね、技術の一部として習得してもらうのはいいんだけど、はい、トーキック以外のキックもやっぱり自分のキックの種類に増やしていってほしいんで、はい、結論から言うとトーキックだけではダメ。なるほど、はい、トーキックの特徴としては全部で5つあるんだけど、はい、1つ目タイミングを外せる、2つ目少ない助走でも多少の威力を出せる、3つ目けど打てる射程距離が短い、4つ目体の向きで打つシュート方向がバレる、5つ目総じてパスには向いていないです。今言った5つの特徴があると思うんですけど、はい、いい面も悪い面も両方あります、トーキックには。でもやっぱりトーキックだけではプロの世界でもトーキックだけって人もいないですし、はい、トーキックだけに頼るっていうのはね、今後やっていく上でも難しいと思うので、うん、技術の一つとしてトーキックを持っておくことはいいことですけど、はい、他にもインステップ、インフロント、インサイド、アウトサイドってたくさんボールを蹴れる場所もあるし、ボールの種類も増えるので、はい、他のキックも蹴れるようになって、トーキックは何度も言いますけど技術の一部として習得すればいいので、他のキックも覚えましょう。わかりました、はい、ありがとうございます。お願いします。